どうも皆さんこんにちは、深夜です。今回は M ザブ Z における武器迷彩チャレンジ、通称ゾンビ迷彩についてお話ししていきます。特に今作から COD を始められた方や、これからゾンビ迷彩を解除しようとしている方、チャレンジはしているけど内容が面倒だったり難しくて進められていない、そんな方々の参考になれば幸いです。この動画ではゾンビ迷彩の最高位であるボレアリス並びにバイオウルマネスントを最終目標として、各種チャレンジ内容を達成しやすい方法など解説できたらなと思っておりますので、最後までとは言いませんが、タイムスタンプからご自身で悩んでいるチャレンジに関する内容を解決していただけたらなと思っております。まず迷彩チャレンジの解説に入る前にいくつか注意点があります。一つ目は、まず迷彩チャレンジを行う武器のレベルを確認してください。武器レベルは武器アイコンの下に表示されており、各種チャレンジで解除できる迷彩はこの武器レベルに達していないと解除ができない仕様となっております。チャレンジを行う武器のレベルが最大であれば特に気にする必要はありませんが、武器を育てながらだとせっかくチャレンジしても1カウントも進まないため注意してください。2つ目は、最終目標とする迷彩別で同じカテゴリの武器でも使い分ける必要があります。今作 MW3 では前作 MW2 の武器を引き継げる関係上、武器数がめちゃくちゃ多い上に最終的に解除できる迷彩が MW3 と MW2 の武器ではそれぞれ異なります。そのためボレアリスを解除したい場合は MW3 表記の武器を、バイオルの場合は MW2 の表記の武器でチャレンジを進めてください。もちろんバイオルやボレアリスどっちの迷彩も取りたいから気にしてないよという方は問題ありませんが、まずはどっちかの迷彩を先に解除したいなと思っている方は、ぜひアイコンの表記を見分けて武器を使うことを選ぶようにしてください。3つ目は、苦手な武器を使わなくてもボレアリスやバイオル迷彩が解除できる点についてです。ボレアリス解除に必要な武器数は36種類、バイオルでは51種類となるのですが、アップデートなどで追加された武器もこのチャレンジ完了数にカウントされます。ボレアリスを例に出しますが、この動画を投稿しているシーズン2リローデッド後では10種類の武器が追加されており、例えばスナイパーライフルやナイフなどの近接武器が苦手で使いたくない場合は、追加されたアサルトライフルやサブマシンガンなどで迷彩チャレンジを進めることで、これらの武器を使わなくてもチャレンジ完了数を賄うことができます。この方法は MW2 武器でも同様、かつマルチの武器迷彩でも同じことができるため、無理に苦手な武器を使わなくても迷彩解除できるよっていうことを覚えておいてください。そして最後の注意点というかお断りになるのですが、この動画ではグリッチやバグなどを利用した迷彩解除方法は今後のアップデートで利用できなくなる可能性があると考えているため、正攻法でのチャレンジ達成を目指した解説になりますので、あらかじめご了承ください。また解説している解除方法についてですが、基本ストーリーが進んでいなくてもウルジクスタン内のみで完結できるよう、いろいろ検証した中での最適解として思っているものを挙げております。ミッションマップなどでも早く達成できる場所はいくつかあると思いますが、そちらについてはぜひ皆さんのコメントで情報共有いただけるとありがたいです。前置きが長くなっちゃいましたが、各種チャレンジの解説に入っていきます。動画冒頭でもお伝えしましたが、概要欄に各種チャレンジに関するタイムスタンプを設けておりますので、気になる項目についてはそちらからスキップしていってください。まずは比較的簡単なチャレンジから解説していきます。ゾンビを250キルに関しては何のひねりもなく、その武器を使ってゾンビを倒せば OK です。1マッチ中に100キルも同様ですが、注意点としてはチャレンジ達成前にミッションマップやダークエーテルなどに行ってしまうとキルカウントがリセットされるため注意が必要です。中高脅威ゾーンでのゾンビキルはマップが黄色赤にエリア分けされている場所でゾンビを倒す必要があります。アタッチメントを全て250キルですが、こちらは武器のカスタムパーツを5つ装着した状態でゾンビを倒せば OK です。続いてマッチ内でアイテムを使用して行うチャレンジについて解説していきます。こちらは対応するアイテムの略図や
事前に持ち込んだアイテムがあれば比較的早く終わる内容になります。現地調達の場合でもどんな場所に落ちやすいかなど解説しているため、そちらも参考にいただけたらと思います。まずは各種属性でのゾンビキルについてです。チャレンジに記載されている火炎や毒などの属性はそれぞれ弾薬モッドのアイコンに対応しています。弾薬モッドは比較的エーテルネストで入手しやすく、感染要塞や契約報酬、スペシャルゾンビからドロップすることもあります。現地でドロップする弾薬の属性はランダムなので、狙った属性を手に入れるまで時間はかかるかもしれませんが、根気よく探すか、フレンドに弾薬モッドを持ってきてもらったり、ゲーム内チャットで弾薬モッドを交換してもらえるよう交渉してみるのもありだと思います。またこのチャレンジのキルカウントは属性エフェクトによるキルではないため、弾薬モッドを使用してゾンビを倒していれば OK です。次にレア度を上げてゾンビキルですが、レア以上のエーテルツールが必要になります。エーテルツールの入手方法は主に感染要塞、エーテルオーブ破壊、契約報酬などで入手することができます。白エリアのエーテルオーブはアンコモンのものが多いため、できれば黄色や赤エリアなどのオーブを破壊すると比較的入手しやすいです。続いて4つ以上のパークを発動中にゾンビキルです。こちらはパークアコーラを最低でも4つ飲まないといけないので、事前準備しておかないと苦労するかもしれないチャレンジかもしれません。事前にパーク缶を持ち帰ったり、契約などでお金を貯めて自販機から購入、感染要塞攻略や契約報酬、スペシャルゾンビキル、イースターエッグなど入手方法は様々ですが、時間がかかることもあるので薬図があればバンバン使っていきましょう。ここからは特定のターゲットを倒す条件の解説になります。まずはこちらの表をご覧ください。こちらは各脅威ゾーンで出現する敵についてまとめたものになります。ウルジクスタンで立ち寄る主要な場所にフォーカスしているため、レガシー、ドッケビなどのウォーロード要塞やミッションマップ、ダークエーテル内は省略しているためご了承ください。こちらのチャレンジは黄色エリアであれば全て達成可能ですが、武器によってはレアリティを上げたり、パッカーパンチしても十分な火力を出せずに倒すのに時間がかかることもあると思うので、武器の性能に応じたゾーン選びやどんな契約で条件が達成しやすいかなどの参考にしていただければ幸いです。まずはアーマーゾンビからです。こちらはライトアーマーとアーマーゾンビが対象となるため、どちらを倒してもカウントが進みます。白エリアであれば主にエーテルネスト、感染要塞、脱出地点、黄色赤エリアであればどこにでもいるため比較的早く終わると思います。続いてヘルハウンドです。こちらは白エリアを歩いていても遭遇しますが、脇数を重視するならおすすめはアウトラスト、あとはエスコート、ウェポンレイド契約などでも多く出現します。次は傭兵です。こちらはターミナスの野営地や傭兵要塞、エーテルエキストラクター、グラウンドステーション契約などで多く出現します。短時間で多くの傭兵を倒したい場合は黄色エリアのエーテルエキストラクター契約が最適だと思っていますが、アーマーガチガチの兵士が複数人固まっているため武器によっては厳しい場合があります。また増援ヘリから降りてきた偵察兵に死角を取られてダウンさせられる危険性もあります。比較的安全に倒したい場合はカーゴデリバリー契約で車両が格納されているガレージの傭兵を倒したり、車列部隊を見つけて物陰から撃ったりすれば OK です。また時間に余裕があるのであれば野営地を襲撃してキーカード入手からの傭兵要塞攻略などでも進めることができます。傭兵は全員スタングレネードでひるませることが可能なので、道中などで入手しておくと戦闘面でかなり有利に戦えると思います。シールド兵に出くわした場合ですが、移動中は足元が比較的狙いやすく、銃を撃っている場合は手を撃つことで倒すことができます。もし倒すのが難しいと判断した場合は
そいつだけセムテックスやモロゾフ、テルミットなどのリーサルを使ったり、スタングレネードでひるませて倒すのが有効です。次は各種スペシャルゾンビキルです。ミミックの主な出現場所としてはエリミネートバウンティや感染要塞になります。赤エリアだと普通に湧いてきますが、レアリティやパックアパンチの強化が十分でない武器で赤エリアをうるつくのはあまり得策と言えませんので、ここで一つ小ネタを紹介します。黄色エリアの感染要塞の屋上などにミミックがスポーンしていることがあり、1要塞につき最低でも1体、最大で2体います。このミミックたちは感染要塞の近くにいたり、銃声を感知すればこちらに向かってくるため、わざわざ感染要塞に入らなくてもキルすることができます。ただしこの方法は必ずというわけではなく、屋上に湧く確率はランダムなので、感染要塞近くでミミックの声がしなければアイテムに扮して待ち構えている可能性が高いです。またこちらはランダム要素になりますが、建物からミミックの声が聞こえなかった場合、だいたい屋内でアイテムに扮しているミミックは1体はいると思うんですけれども、それ以上いない場合もあり、その場合は農法破壊時にマングラーが現れることが多いです。マングラーは比較的出現する場所や契約が多く、特に白エリアのエスコート契約や脱出地点でも多数出現する確率が高いので、エリミネートバウンティーを回すよりもこっちの方が効率がいいと思います。また黄色エリアだとさらに出現する契約種類も多くなり、脱出地点でも湧き数が多くなるため、武器の性能や強化度合いによっては短時間でより多くのマングラーを倒せると思います。ディサイプルですが、基本白エリアには出現せず、イースターエッグのポイントや稀に黄色エリアに隣接しているエスコート契約で湧くことがありますが、ほぼ運ゲーになります。なのでディサイプルと出会うには黄色赤エリアへの侵入が前提となります。こちらはエスコート、アウトラスト、あとはスコア契約などで出現したり、黄色エリアの脱出地点などで出現するため、エリミネートバウンティーで体力の多い個体やマップを周回して倒さなくても良いことが多い場合があります。ここからは迷彩チャレンジの鬼門となる特殊射撃キルの解説になります。こちらのチャレンジは特定の条件下でゾンビを倒さないと完了しないものが多く、特に解説後半のものは立ち回りも重要になってくるため、難易度が今までのものと比べて上がります。まずは腰ダメ状態とタックスタンスでのゾンビキルからです。腰ダメ状態キルはエイムせずに立ったままゾンビを撃って倒すことで進みます。武器によっては集団率が低かったりするものもあるため、腰ダメ打ち専用カスタムを組んだり、カスタマイズでバランスよく調整する必要があるかもしれません。アタッチメントの長所に腰ダメ打ち命中率やばらつき、反動制御が記載されているものをつけることで弾を当てるのが簡単になると思います。タックスタンスは今作から追加された新アクションで、銃を斜めに構えた状態になります。切り替え方法については設定画面のゲームプレイ、戦闘の挙動からタックスタンスの設定からご確認ください。射撃精度は腰ダメ状態よりも高く、エイム中よりも低いため、基本ゾンビとの距離が近い場合に使うことをお勧めします。もし通常戦闘でもガンガンタックスタンスを使いたい場合は、アタッチメントの長所にタックスタンス値のばらつきが記載されているものをつけることで集団率が上がります。これらのチャレンジを行う光線距離としては、射撃場手前または真ん中のマネキンになると思うので、出撃前に武器をカスタマイズしたら弾が当たるか、反動制御ができるかなど事前に確認しておくと良いかもしれません。続いてポイントブランクキルです。こちらは密接状態でゾンビを倒すことを指しています。距離感的には本当にゾンビに殴られる距離と思ってもらえば大丈夫です。このチャレンジがある時の傾向としては、タックスタンスや腰ダメ状態キルも含まれていることがあるため、武器レベルが十分上がっていれば2つ一緒にチャレンジするといったことも可能です。次にクリティカルキルです。
こちらはゾンビの弱点を狙ってゾンビを倒せば OK なのですが、サーバーラグによる遅延や通常ゾンビだと顎から下に当たった時などはクリティカルキルにならない場合があるみたいです。コツとしては通常ゾンビであれば脳天を狙う感じで照準を合わせると比較的クリティカルになることが多いと思います。またスナイパーライフルでもこのチャレンジが要求されることがありますが、光線距離が比較的近くてスコープの倍率が高すぎると感じた場合は低倍率のスコープを装着することで解消されることがあります。お次はワンショット3キルです。主にスナイパーライフルで要求されるチャレンジですが、普通にマップを歩いているだけだとゾンビの数が少なかったり直線上に並ばず2体しかキルできない時が多いと思います。なのでこのチャレンジを進めるときはエーテルネストや感染要塞のゾンビハウス、エスコート、スポア、アウトラスト契約や脱出地点などゾンビが多数出現する場所でトレインを行うことでかなり簡単に終わると思います。また武器によっては火力不足の時もあるため事前に武器のレアリティを上げたりパッカーパンチをしておくとより簡単にチャレンジが達成できると思います。注意点としては弾薬アタッチメントを装備する場合、端緒に弾薬の貫通力が含まれているものはゾンビを貫通しない傾向にあるため、このチャレンジを進める際はそういった弾薬アタッチメントを外していくようにしてください。続いて5秒間に10キルです。こちらもワンショット3キルで解説した方法でゾンビをトレインすることで簡単に終わります。エーテルツールやパックアパンチで武器を強化したり拡張マガジンをつけていれば楽に終わると思います。実際に10体倒せたかの確認についてですが、こちらは虐殺メダルを獲得していればカウントが進んでいきます。もし出ていなければ10体倒しきれていないので続けてチャレンジしてみましょう。次はトリガーを離さずに5キルについてです。こちらも前述しているゾンビのトレインを活用することで比較的早く完了します。パッカーパンチをしていれば特に意識しなくても終わっていることがありますが、気になるようでしたら拡張マガジンを装着することをお勧めします。続いてリロードせずに10キルです。こちらもくどいようですがトレインを活用すれば早く完了します。武器によってはマガジン数が少ないものや威力が低いものもあるため、パッカーパンチしたり拡張マガジンをつけることでそれほど苦労するチャレンジではないと思います。そして一番進行が難しいと思われるダメージを受けずに20連続キルです。このチャレンジで一番難しいのはダメージを受けない立ち回りを意識する必要があると思っているため、事前知識としてまずはゾンビ AI の挙動について確認していきましょう。本作のゾンビは以下の挙動をしており、たまにとんでもない挙動をすることもありますが、基本はこの仕様を把握して立ち回れば攻撃を受ける頻度が下がると思います。特に最後の項目をうまく利用することでゾンビの動きをこちらが一方的にコントロールできるため、ぜひ覚えておいてください。また建物の屋上に上がった際の手段がはしごのみの場合、基本ゾンビもはしごが隣接している場所からしか侵入してこないです。登ってきたゾンビは一定時間無防備になるので、その隙に倒せばノーダメージで20キルまで取れると思います。注意点としてはブロックなどの障害物を乗り越えてしか屋上に上がれない建物や水面にいる場合はゾンビは肉片を使って遠距離攻撃をしてくるため安全地点ではないということを覚えておいてください。建物などを利用せずに進める方法としては、先ほどからお話ししている契約や脱出地点でのトレインを行うことで完了しやすいかと思います。もしゾンビの数が多くて厳しいと思われている方は、マップ下側ザラバンサバーブの線路を歩いてゾンビを倒すことをお勧めします。比較的見晴らしが良く白エリアのゾンビなので移動速度も遅いため時間はかかるかもしれませんが、安全にチャレンジを行うことができます。特に意識せずマップを探索しながらチャレンジを進めたい場合は、フィールドアップグレードのテスラストームを使用することでゾンビが痺れてこちらを攻撃できないため、こちら活用するとも一つの手だと思います。
もしかしたら修正済みまたは今後のアップデートで改善されるかもしれませんが、このチャレンジの進行条件である20連続以上キルですが、ノーダメージでキルをし続けると以降のカウントが進行しない問題を抱えております。そのため20キル以上したら一度ゾンビに殴られないと次のカウントに進まないため要注意です。動画投稿時点でこのチャレンジ内容が修正されていたか検証できていなくて申し訳ないのですが、すでに修正されていたらコメントで教えてください。続いてガジェット使用キルの解説をしていきます。まずはタクティカルの影響を受けたゾンビキルからです。この影響を受けている状態というのは、例えばシンバルモンキーやデコイグレネードで意識が逸れたり、スタングレネードなどで動きが止まっているゾンビのことを指します。タクティカルはスティム以外のものであれば基本進行しますが、カジミールだと投げた場所によってはゾンビがすぐに吸い込まれてしまうため、できるだけゾンビから離れた場所に投げてブラックホールに吸い寄せられているゾンビを倒すといいと思います。普通にゾンビを倒したり、ダッフルバッグや工具箱などの戦利品コンテナからタクティカルガジェットがドロップするため、装備を現地調達しつつ、ワンショットスリーキルなどで解説している方法でゾンビをトレインすることで早く終わると思います。続いてフィールドアップグレードの使用直後でのキルについてです。まずこの死直後というワードですが、情報はいろいろと錯綜しているので確証は持てませんが、フィールドアップグレードがアクティブになっている状態の時間を指していることが多いみたいです。そのため使用すると効果が終了してしまうヒーリングオーラはこのチャレンジにあまり向いていないみたいです。一応設置したら爆発するまでアクティブ状態が続くエネルギーマインでゾンビキルしたらカウントが進むかについても検証しましたが、こちらはカウントは進みませんでした。テスラストームやフレンチーガードなどの効果時間が長いものについてですが、こちらも効果時間の間ずっと判定が入っているのか、正直こちらも確証が持てないため、現状としてはリチャージ速度の速いエーテルシュラウドがこのチャレンジに適しているのかなと思います。またこのチャレンジはフィールドアップグレードで敵を倒してしまった場合はカウントされないみたいなので、ゾンビにダメージを与えるフロストブラストはあまり向いていないのかもしれません。チャレンジを行う場所についてですが、脱出地点やエスコート、スポア契約などでゾンビをトレインして一気に片付けると楽に終わると思います。またゾンビを倒すとたまに出るフルパワーを獲得すると、フィールドアップグレード使用中でも効果が切れたらすぐにリチャージ完了となって再利用できるため、見つけたら積極的に取っていきましょう。ここまでが現時点で実装されているゾンビ基本迷彩のチャレンジ内容でした。ここからはゾンビコンプリーショニストチャレンジの解説になります。まずはゴールデンエニグマまたはゴールデンアイボリーのチャレンジになります。こちらのチャレンジ前提条件として、その武器の基本迷彩チャレンジを全て達成して初めてチャレンジすることができます。チャレンジ内容としては非常に簡単で、ただゾンビを倒して脱出すれば完了します。またこのチャレンジはマッチ開始時からゾンビキルカウントが進むため、前述した基本迷彩チャレンジをマッチ内で全て完了した場合、このチャレンジ達成に必要なゾンビ100キルを追加でする必要はありません。注意点としては、ミッションマップやダークエーテル内に入った場合、この出撃中という扱いが一度取り消されてしまい、移動したマップで100キルと脱出成功させないと解除されません。もし迷彩チャレンジをしながらそういった場所に立ち寄る際は注意してください。続いてジルコンスケールまたはスピネルハスクのチャレンジです。こちらは武器種ごとに要求されるゴールデンエニグマまたはゴールデンアイボリーチャレンジの完了数を満たしていればチャレンジ可能です。チャレンジ内容としてはパックはパンチ済みの状態で300キルと、こちらも難しい条件ではないため、マッチ開始直後にエーテルクリスタルを使えばより早く条件を達成できると思います。このキル数は通算なので、300キル倒しきれなくても次のマッチで再度パックはパンチして倒していけば終わります。アウトラスト、スポア、エスコートなどの契約や脱出地点などゾンビが多数出現する場所でキル数を稼げば
1マッチで完了すると思います。またパッカーパンチ状態であればミッションマップやダークエーテル内でもカウントが進んでいきます。そしてゾンビキルが必要になる最後のチャレンジ、サーペントナイトとアラクーニラについてです。こちらのチャレンジ前提条件は、サーペントナイトの場合は重厚スケール迷彩チャレンジを36個、アラクニダはスピネルハスク迷彩チャレンジを51個完了していればチャレンジ可能です。こちらは動画冒頭での注意点でもお話しした苦手な武器種を無理に使わなくても前提条件をクリアすることができると思います。チャレンジ内容としては、スペシャルエリートゾンビキルを10回達成ということで、マングラー、ミミック、ディサイプルなどを倒すだけなので、書いてあることはさほど難しくないのですが、どちらかというと探すのが大変な条件になっています。比較的多く出現する場所としては、白エリアであればエスコート契約や脱出地点、黄色エリアであれば感染要塞やエスコート、スコア、アウトラスト契約、脱出地点などで多く見かけることができると思います。こちらもジルコンスケールやスピネルハスクと同様で、キル数は次のマッチに持ち越せるため、焦らずゆっくりチャレンジしていただければと思います。注意点としてですが、このゾンビキルは凍結モッド以外の弾薬モッドの効果で倒してしまった場合はカウントが入らないため、チャレンジを行う際は基本弾薬モッドをつけないことをお勧めします。ここまでのチャレンジを全て達成することができた場合、MW3 武器でサーペントナイト迷彩チャレンジを36個完了することでボレアリース、MW2 武器でアラクニダ迷彩チャレンジを51個完了することでバイユル迷彩が解除できます。この迷彩を解除できるまでにかなり時間を要すると思いますが、1マッチ内で武器を2つ持っていったり、本動画で解説した内容をコツさえ掴んでしまえばかなり簡単にチャレンジが進むと思います。これを機にぜひ皆さんのお好みの迷彩を解除してみてください。いかがでしたでしょうか。この動画で皆さんの迷彩解除ライフがより快適なものになれば幸いです。またチャレンジに関するご質問等あれば極力お答えいたしますので、コメント欄に書き込んでいってください。この動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録や高評価、コメントなどを残していただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。